純真は、日本の僧侶。出家の身で女性と駆け落ちしたエピソードで知られる。純真は、文政2年、土佐国高岡郡、隣郷市野野村で、佐川屋家臣の5人兄弟の長男として生まれた。父は、深川家の道中警備役だった。殿様が、佐川の地から高知へ行列をしていく時の、梅原払い役をしていて、行列を妨げる。 比例者を切り捨てる役だった。父は、その無礼打ちをした者の礼を慰めるため、金目と抜しの生成を寺に預け僧侶にした。純心は、9歳で、京都に登って、当時で修行に励み、24歳の時に、帰国して、30歳の時に小田山竹林、寺は希望、妙高寺の住職を命じられた。 住職をしていた37歳の時、伊カ家屋の娘で20歳年下のダイヤバと禁断の恋をする。馬が16歳の時、母が竹林寺の洗濯の仕事をしていたので、同行するようになった。その脇寺の妙光寺にもより、当初、弟子の喜び善と親しくなった。その時、喜び善は23歳の小柄で色々な消防さんだった。 当時、喜び前は、お徳という十歳以上年上のご家さんに通っていたが、お馬の美しさに惹かれていった。その後、お徳が、お馬のことを知り、お馬に隣り込み、お馬は、喜び前を避けるようになった。そして、純真に惹かれるようになっていった。喜び前は、お馬の気を引くため、針馬や橋の立花屋でかんざしを買って、お馬にプレゼントしようとしたが、 お馬は受け取らなかった。受け取るということは、結婚を承諾することを意味するのであった。その後も、お馬は純真のもとに頻繁に通うようになり、次第に深い関係になっていった。昇進の喜び前は、純真と、お馬のことを町人に言いふらして回った。やがて、そのことが、本山にも知られるようになり、二人は、駆け落ちをして、京都を目指すことにした。 当時の純真は37歳、馬は17歳。新言州の僧侶は、再退が禁止されていたが、安政2年5月19日深夜、馬と駆け落ちして笹口番所の裏道から泡に入り、さぬきことひらの旗子に泊まっていたところ、赤書破りで捕まる。同年9月、高知城下の晒し場で面晒しの刑を受け、国外追放になる。 純心は、伊予国馬郡川野の川村亀吉の日護の下寺小屋で教えていたが、亀吉の死後にはその地を離れ、晩年は、受け名軍東川で、喜び、大徳年和尚を名乗って生活し、後に結婚。数和詰を設け、明治21年、69歳で死去した。お馬は、安田村の旅館に奉公していたが、 追ってきた純真とのことが原因で、須崎へ追われ、庄夜預かりの身になる。その後、あまたの旧婚者の中で、庄夜の目にかなった旧宰年上の大工の寺崎、米之助と結婚。次男次女に恵まれた。大馬が20歳の時に生まれた長男の徳太郎が、陸軍五用大工になったことを機に、一家で上京し、滝野川に移り住んだ。次男は役場に勤め、長女は、 お寺の人と結婚。晩年は普通の一般人と同じような暮らしぶりであった。そして、明治三十六年十二月十五日に六十六歳で死去した。墓は彩福寺にある。喜び前は、そのごかしは等に戻り、内彩と暮らしたが、子はなさなかった。そして、明治十四年五十歳で死去。墓は、五年寺の寺内に一人ぼとしてある。 ありがとうございます。